キューズモールは東急不動産が近畿圏で運営するモール型ショッピングセンターのブランド名である。東急プラザなどのショッピングセンターを手掛ける東急不動産が展開するブランドの一つである。2011年にアベノマーケットパークキューズモールがオープンしたことに始まる。ファッションや飲食店、映画館、スポーツクラブなど幅広い業種をテナントとしている。 2012年2月1日に、兵庫県山ヶ崎市の商業施設、ここへ山ヶ崎緑有進都心を東急不動産が取得し、2013年10月9日には、施設名を、山ヶ崎キューズモールに改名した。同日には、大阪府見納市にある、ショッピングモール、美ノマーケットパークビソラが、美ノを、キューズモールに改名され、安倍のキューズモールとともに、 地域名キューズモールに SC 名を統一した。2015年4月27日、大阪府大阪市中央区森の宮中央の旧日本生命球場跡地に4店舗目となる森の宮キューズモールベースがオープンした。東急グループのショッピングセンターだが、2018年11月、現在は近畿地方でのみ展開している。キリン HDJR 甘が崎のここへ、 東急不動産に売却。毎日新聞。商業施設ブランドの強化を目指した取り組みモール型、ショッピングセンター3施設を、キューズモールブランドに統一。東急不動産。2013年7月7日閲覧。東急不動産グループ2014年9月13日、閲覧。ありがとうございます。